小野さんです。あのスクリーンレコーダーっていう、まあ、Android の機能を使ったらゲーム実況できるんじゃないかということで、バブルレンジャーズちょっと実況というか、最近アップデートいろいろされたんですよね。まずはこの左上、リワードは変わらないですね。デイリーも変わらない。あ、これ青い箱、これを5日間で、あ、違うな、あ、でも5日間ぐらいでしたね、スタートで。200個集めるとギャラクシーだね、いや、ごめんなさい、サムス、あ、ギャラクシーか、ギャラクシーの、スマホのギブアウェイに参加する権利が与えられるっていうやつですね。うん。で、あとはアップデート、キャラクターが結構増えました。で、以前はアナウンスなかったんですけど、この各クラス、レア、エピック、レジェンダリー、それぞれの、スキンを集めることで、ボーナスポイントがもらえるみたいなことらしいです。で、あとは、そうですね、スピンのラインナップも変わりました。で、今まで金色のドラゴンみたいなやつ、ロングってやつか。あれが一番レアで、1500回スピンを回すことでゲットできるっていう話だったんですけど、何のアナウンスもなく突然、新しいスピンに切り替わりの、多くの人は多分手に入れられなかったのと思います。で、スピン回した回数もリセットされの、今度はこの下のギャラクシーってやつですね。これを、今回10日間ぐらい、リミットがあったんですけど、その中で700スピンをやればゲットできますよと。まあ、なかなか無理ゲーです。課金しないと厳しいですね。うん。で、まあ、普通にガチャでゲットしようと思ったら 0.05% ですね。まあ無理ゲーですよいずれにしてもっていうところかな。そうですね、僕あんまりバブルポイント稼げてないって思うじゃないですか。472バブル、472だから47万か。あ、画面の上の方なんですけど、これですね、僕は画面下の方、真ん中、ブースターっていうところでレベルアップに励んでまして、すべてレベル10にしました。すごくないですか？これ大量のバブルポイント必要なんですよ。でもまあまあ、急がば回れじゃないですけど、まあ、なるべく早いうちにレベルアップしておいて、うん、後半追い上げていこうかなって、そういう作戦でございます。はい。あとは、このショップ機能っていうのも最近追加されまして、まあ、ここは、アプリ内課金で、ゲーム内のアイテムがゲットできますよっていうところと、おすすめしたいのがこの右の方ですね。オファーズって書いてるところ。これ今何も書いてないんですけど、実は、広告を消すっていうオプションがあったんですよ、もともと。僕これ買ったんですよ。14ドルぐらいかな。これがすごい快適で、死んだり、あと、デイリーアクセスのポイントもらうときに、CM 見なきゃいけないじゃないですか。うん、あれ結構だるいですよ。しかも15秒、30秒ぐらいで長いし。で、まあ、それがだるいなとは思いつつも、なんか裏技はあったんですけどね。一回スワイプすると、CM 見なくていいみたいな。うん。っていうのもあったんですけど、それすらだるいなっていうことで、課金したら、CM 見なくなったら、むちゃくちゃ快適です。なんでこれ結構、まあ安くはないんですけど、うん、おすすめですね。はい。あとじゃあ、一回ぐらいプレイして、一回死ぬまでやろうかな。ね、ゲーム、プレイ中も結構アップデートがあって、ハートのシールドみたいなのあるじゃないですか。スターみたいに最強になれるやつ。
あれ良かったんですけど、今までなんかあれをアップデートされて、なんかあれを取るとなんか加速するようになったって、あの最強モードは最強モードで維持されるんですけど、なんかめっちゃ加速するようになった。やってみますよ。ほら、これやばくないですか。これね、操作が困難なんで毒取っちゃったりするんですよ。そうで、今左下にゲージがあるじゃないですか、この最強モードのがいつまで持っていく、あれが切れれば、普通は通常モード、障害物に当たれば死ぬ、あれまでの若干のこのタイムラグというか、こう猶予があったと思う。あれがなくなったんで、最強モード切れた瞬間に障害物当たって死ぬみたいな、そういうエラーが起こります。あれはマジでやばい。トラップです。で、あと今、羽取って空飛んでますけど、これ、今まで雲なかったんですよ。だから、あ、だからっていうか、雲に当たると落ちちゃうんですね。そう。まあ、そんな感じで、アップデートを追うごとに難易度が上がってってるんで、まあ、個人的に思うのは、なるべく早い段階に一気に稼ぎ切る。難易度を上げられないうちに、たくさん稼ぎ切るっていうのがポイントかなっていうふうに思ってますね。うん。なかなか死なないな。まあ、当面の目標としては僕は1000万ポイントかな。海外勢のディスコード見てると1000万とかやってるんですよ。もう、仕事してねえだろうと思うけど。いや、ほんとでもそんぐらいやんないと取れない。エアドロは取れないですね。し、今回参加者が多いんで、なかなか、割り当ても少ないんじゃないかっていうふうに言われてますね。知らないですね。まあ、そんな感じですね。ちょっと一回わざとしてみますね。あれ。はい。見てください。ほら、CM ない。今までソーシャルファーミングで、バブルっていうタグ付けて、インプレッション取れば、なんか、ボーナスもらえてたんですけど、それがなんか、イーロンマスクに禁止されたんで、ファーミングしてた人が、ゲームにがっつり流れてきて、このね、ランキングに食い込むのがめっちゃむずくなってるんですよ。ちなみに僕今12位なんですけど。そう。これですね、1週間に1回集計されるんで、そこの、時点での順位に応じた、なんか、ボーナス、コイン、ポイントみたいなのがもらえる仕組みですね。うん。ま、ちょっと初実況でしたけど、サクッとこんな感じで、どうでしょうか。バブルレンジャーズまだ、3、4ヶ月ぐらいはやってんのかなって個人的には予想してるんで、TG、トークンセールまで。なんで、まあ、今からでも遅くないと思うんで、ぜひぜひ参加してみてください。では、ありがとうございました。